皆さんこんにちは。今日は夏休みの宿題でよく出てくる身近な生き物の絵、その中の一番人気のカブトムシの絵を描いています。ここにね、ちょうどこういうカブトムシの絵があるんですけれども、こういう縦向きのカブトムシ、これは悪くないんですけれども、どうしてもね、図鑑のカブトムシというか標本のカブトムシという感じがしてしまいますよね。なので斜めから見た角度、そのカブトムシを描いていきます。小学生の低学年でも分かるように、形をね、少しシンプルにして描いていこうと思います。それでは行ってみましょう。それでは描いていこうと思います。今回は斜め向きのカブトムシということで、こういう角度ですね、こういう角度に描いていきます。使う道具はね、普通に鉛筆と消しゴムです。ではね、この軸となる線を描きます。こんな感じですね。綺麗にならなくてもいいですよ。後で消す、または上から絵の具を塗ってしまいますのでね。カブトムシの場合、3つのね、ボディーパーツに分かれています。頭、胸、腹ですね。なのでカブトムシの場合ね、一番分かりやすいのが、この真ん中のこの半円の部分なので、この辺から描いていくといいですかね。今ね、少し薄めに描いていますけれどもね、これからね、もう少し綺麗にしていきますよ。はい、体が終わりました、ね、足もここで描いてしまっていいんですが、もう少し、この体を綺麗にしましょう。まずはね、目からですね。目がこの辺についています。で、この大きな角ですね。カブトムシにはね、2つの角があるので、ね、その2つ目の方がね、ここにあるんですけれども、それはね、上からもうこの上にかぶせるだけなのでね、結構簡単にできると思いますよ。はい、角ですね。今回はね、小学生や、小学生などの夏休みの宿題で描くようなカブトムシをね、比較的簡単な形で描いているので、ものすごくね、精密な形というわけではないんですけれども、だいたいこのような形で描ければいいですね、というやり方で描いていますね。ここに小さな角があります。こんな感じですね。ちょっと太かったかな、直してみよう。こういう感じですね。はい、そしてここの胸というか背中というか、この2つここにあるんですけれども、この境目にね、少しだけ隙間を空けておきましょう。ここはね、絵の具でね、少し別の色に塗りますのでね。このような形です。この線はね、真ん中に入れないで少しだけ右にずらしてます。それは斜めから見ているからです。はい、次に、この大事なところといえば、このアンテナですね。触覚ですね。ね、英語ではアンテナと言います。こちら側はね、ほとんど見えないので、無理に描かなくてもいいですよ。ここに見えてもいいんですけれどもね、無理に描かなくても大丈夫です。はい、それでは足に行きます。足は6本。3本ずつ右左にね。で、まずはこの一番上の方から、1、2、3。簡単ですね。こちらも1、2、3、左と右で長さは少し違います。それは斜めの角度で見ているからです。こちら側が見えやすくって、こちら側が見えにくいということです。なのでね、常にこちら側をね、長めにしましょう。はい、ここにもありますよ。こちら側は見えにくいので、ちょこっとだけ、こっちも少し長め、こちら側は短めですね。はい、次です。関節があって、ここはね、前に向いてます。同じく1、2、3、少しこのトゲのようなものがあります。絵の具を塗るのでね、ここにね、線ができちゃっても全然問題ないです。こちらも同じく1、2、3、トゲがあります。下1、2、3、こちらはね、トゲを2つつけておきますよ。こちらも1、2、3ね、このような形です。 1、2、3、 トゲをつけます。 1、2、3、 トゲをつけます。はい、ここからなんですけれども、ここにね、細かいね、こういう小さいね、3つの形、 1、2、3、 これを描いてから、長いのが1つあり、そしてね、指先というか、それを描いてみましょう。反対側も同じです。 1、2、3、 そして4、And then, こうですね。はい、こちらも同じですよ。1、2、3。
こうです。 1,2,3 1,2,3,4 これが長いのですね。はい、1,2,3,4 はい、できました。はい、次ですよ。このままだとね、後ろに何もない状態なので、まあここにね、ちょっとしたこういう感じですね、まあ、木の幹というか枝というかその上にいる感じですね、まあ、この中が、まあ、つまり木だということです。こちらが後ろの背景、今回は空にしましょう。はい、下書きはこれでおしまいです。はい、それでは絵の具に入ります。カブトムシを塗る前に一回その後ろの木とそれから空を塗ってしまいましょう。で、ここにね、色が用意してあります。水色と白、これが空の色ですね。そしてこちらが、黄土色、茶色、白です。茶色という色はね、赤がすごく多く入っているので、木を塗る際もすぐにね、これをそのまま塗るんじゃなくて、色は他の色と混ぜましょう。この場合は黄土色がたくさん入っている方がいいです。白もね、入れておきましょう。これは特にカブトムシのように、ね、カブトムシって焦げ茶色ですよね。焦げ茶色の色の虫と、それから木のこの茶色、すごく近い色になってしまいます。ですから木の色をね、少しね、茶色から離してあげた方がいいという意味も入ってます。では今一回混ぜちゃいます。水もたくさん入れましょうね。よくいい感じで混ざってきました。ここでね、一つ注意点ですね。今先生もこのように水をこういうふうに入れていましたけれども、パレットと水のこのバケツの置き方ですね、これをパレットこちら側、そして水をこちら側に置く子どもたちが、ね、たまにいると思います。ですけれども、水とパレットは必ず隣り合わせ、同じサイドに置きましょう。これは水をこうやって入れるときにね、この水がじゃあこちら側にあった場合、筆を水につけて絵の具のところに持ってこようとしたときに、ここに垂らしてしまうからです。ですのでね、これは必ず同じサイドに置くということを守りましょう。すごく大事なことです。それでは空の方から塗ってみましょう。どんどん塗っていきましょうね。誰でも持っているような同じような筆で先生も描いています。平筆のこういうタイプですね。もちろん平筆でなくても大丈夫ですよ。こういうタイプの筆でももちろん大丈夫です。では塗っていきます。はい、右側が塗れました。次左側です。効率よく絵を描くために絵の具はね、たっぷり混ぜちゃいましょう。はい、終わりました。1分もかかってないんじゃないですかね。はい、それでは木の方を塗っていきます。で、木の方はこのカブトムシをね、避けるようにいきます。ですので少しぐらいはね、はみ出しちゃっても大丈夫なんですよ。でもなるべくはみ出さないでいった方が形をね、失わなくて済むのでいいと思います。このような感じにどんどん塗っていきます。はい、木の部分の塗りの作業が終わりましたね。そしたら次はカブトムシの色を作っていこうと思いますけれども、このカブトムシの色、3種類、ね、まあ最低でも3種類という言い方にしておきますね。3種類の色を使って描きます。で、この空の色、それから木の色、これはね、余計に作ってまだ余ってますよね。これはね、カブトムシを塗った時にね、もしはみ出しちゃったって言った時にね、これを使って直すことができるので取っておきましょう。そういう意味でもね、この最初の絵の具をたっぷり、ね、余計に作っておくというのは大事だということですね。それではカブトムシの色を作っていきます。はい、それではカブトムシを塗っていこうと思います。3種類ここに作ってあるんですけれども、こちらがね、メインになる色です。まあ、焦げ茶色といった感じですかね。で、こちらがもっと暗い、もうほとんど黒に近い焦げ茶色、
そしてこちらがハイライト、カブトムシはねツルツルしているので光沢感があるので光っているので、そのハイライトを塗る色です。一回これ混ぜてみます、ね、もしかしたらねぴったり思い通りの色にならないかもしれないので、そしたら少し色を調整します。まずメインの色から、この茶色ですね。茶色はすごく赤い色です。すごく茶色強いですよね。ほら茶色強いんです。ですので、ね、調整が必要になるかもしれません。これだとやっぱり少し赤すぎますね。少し黄土色を足しましょう。黄色でもいいですよ。あ、ちょっと跳ねちゃいましたね、うん、そういうのもこれが残っていれば全然直すことができるのでね、問題ないですよ。だいぶ良くなりましたね。このような色でいいと思います。少々黒を足します。黒もねすごく強いので入れるときはね少しだけにしましょう。はい、いい色です。ではね次の色を混ぜましょう。今度はこちらのね濃い方の、色です。この色よりも濃くなってないといけません。とてもいい色です。はい、それでは最後にハイライトの色ですね。はい、いいと思います。それではこのメインとなっているこの色から塗っていきましょう。絵の具はね特に、バックグラウンド、ね、背景の方では別に問題なかったんですけれども、カブトムシのこの体を塗るときになるとね、少しこうやって絵の具切った方がいいですよ。どんな筆を使ってもいいんですけれども、こうやって切るようにしましょう。筆はね、僕は最初はこれを使いますが、後々はね、もう少し小さい筆に変えていきます。この形がね、一応わからなくならないように、大事なところ、ね、例えばここに隙間が開けてありますよね。ここはね、さっきのこの濃い方の焦げ茶色で塗るので、隙間をね、こうやって開けておきます。こういう感じですね。はい、こちらもこの目をねなくなっちゃうとね、あとでどこなんだろうってなっちゃうので、なくならないような感じにねこうやって残しておきましょう。こちらの角はねもう少し細い筆でやりますよ。今ねこっちを先に塗っちゃいます。この線の部分ね、同じく後からねなくなっちゃったとしても、絵の具の下に隠れちゃったとしても、後からね分かるんでしたら全然ここはねもう絵の具塗っちゃっていいんですけれども、今ねとりあえずね分かるように、特にねこの動画を見てくれるみんなに分かるようにこう取っておいてます。はい、そしたらもう少しだけね小さい筆でねいろいろね細かいところ、それから形を直したりとかしていきますよ。はい、メインとなっている色が塗れました。足なんですけれども、足はね少し反対のやり方でねやってみようと思います。反対のやり方というのは、先に暗い方の色を塗るということですね。ですので先ほど混ぜたこっちの暗い方の焦げ茶色、こちらを塗っていきますね。で、細いところをか細いエリアを描くので、筆はこのままだとね絵の具がつきすぎです。なのでしっかりとこう切ってあげましょう。足りなくなったらまたつけるということを繰り返してね、これを面倒くさがらないでやった方が綺麗に描けますよ。この線はなるべく細く描けるように、このようにしっかりと絵の具を切って塗るようにしましょう。筆先をしっかりとね細くして、筆先だけで描くような感じです。絵の具が筆につきすぎてしまっているとこのような細い線は描けないので、なるべくねこれも丁寧に丁寧に塗るというその作業も難しいかもしれないですけれども、本当に大事なのはその筆をきれいな線が描ける状態に整えて、そして塗っていくということですね。このような感じです。そのままね他にちょっと残してしまっているこういうところをちょっと塗っていきましょう。
とまずカブトムシの塗りは終わりました、ここでこのままこの焦げ茶の色を使って少しだけ濃くなっているところ、そこを塗っていきます。少し濃くなっているところというのはつまり影のところです。まあね、光がねこうやって上から当たっているようにするにはやっぱり下の方が暗いってことですね。カブトムシのこの体の形がこう丸くなっているので、こういうところが少し暗くなるっていうことなんですね。そこをねこのままこの絵の具で塗っていきます。こちら側ね少し太くして、より下側なのでこのようにね、こういう感じですね。同じくこの角です。角も下側が暗いということを意識して塗るといいですよ。このような感じです。少しずつ立体感が出てきましたね。それでは次にハイライトに行きたいところですが、ね、光っているところを描きたいところですが、先ほど塗ったこの足すべて焦げ茶に塗っています。この焦げ茶のところにね少しだけ立体感をつけるためにメインのこの茶色の方、これを塗っていきます。これはあえて先に焦げ茶を塗ったんですけれども、あの足自体がね細くて細かいのでこちらの方がね早いんですね。で今度はやってることはここと一緒です。真ん中の方が明るく、影のこの下の方が暗い、あるいはそのちょっと丸くなった向こう側、上でも丸くなったこの向こう側が暗いということなんだけれども、この茶色その上の特にこの真ん中の方ですね、真ん中よりもちょっと上ぐらい、これにねこういうふうに色をつけていきます。少しね明るくなったのが分かりますか。ではね先ほどちょっと忘れてしまったこのアンテナの部分、この触覚の部分の影ね、ちょっとここつけなければいけませんね。ここは影がないとダメです。このような感じですね。はい、それでは最後のこのハイライトのこの色ね、このちょっと少し濃い肌色という感じですか、これを塗っていきますね。ハイライトの位置というのは、光がどのように当たっているかでね変わってしまうんですけれども、ここではね一番わかりやすい感じに描いていきます。同じく絵の具はこうやってちゃんと切るようにしましょう。小さい角からいきますね。ハイライトがここに、ね、光が当たってちょっとこう光る感じです。こういう感じ。大きな角にもしっかりとハイライトをつけて、このハイライトと影があることによって形、ね、その丸さというのが分かるようになってきます。すごく大事です。今3色でね塗っていますけれども、大体の場合ね3色使って塗ればこういう立体感を出す表現、これがねできると思います。足にもハイライトつけますよ。足はねさっきはねこういう風に真ん中を塗るようにしたんですけれども、同じく真ん中を塗る感じなんですけれども、まっすぐねこうやるんじゃなくてね、ところどころにやるという感じですかね。こういう感じですね。え、結構先生がやってるとね早くって簡単に見えるんだけれども、どこがね膨らんでいるのかというところを意識してねやるようにしてくださいね。こういうところでも同じですね。 1,2,3,4 ここも全部じゃなく、この一番膨らんでいるところというか出っ張っているところにちょんってやってあげる感じです。はい、それではこのハイライトの色がね少し薄いところがあるのでね、そこをね塗っていきます。特にねこのさっき塗ったこのハイライトの真ん中とかをね明るくしてあげるとねより効果的ですよ。これねもう少し白を混ぜても大丈夫です。もう少し白を混ぜても大丈夫です。せっかくだからちょっとやってみますか。もうちょっとだけ白を混ぜてこの色をこうね混ぜてあげる感じで、これを先ほどのこのハイライトですね、これの真ん中にこう塗ってあげる感じ、ハイライトをちょっと2段階でやってあげるような感じですね。こういう風にしてあげるとよりね光沢感が出ますよ。はい、このような感じですね。だいぶカブトムシに立体感がついて綺麗な感じになったじゃないですか。それではこのカブトムシの下に木がありますよね。この木にはちょっと模様をつけた方がいいんですけれども、その前に
このカブトムシの下にね、影をつけていきたいと思います。これはね、すごく大事な、ポイントです。カブトムシの下に影をつけることで、カブトムシがね、ちゃんと木にくっついているよっていうのが分かるようになります。はい、こんな感じですかね。こんな感じの色、この色よりかは明るくで、この色よりは暗く、少しグレーで少し黄色っぽい感じですね。ではまずカブトムシの体のね、すぐ下の部分から塗っていきます。カブトムシの体のすぐ下はもう本当にそのままここにピタッとくっつくような、こういう影で大丈夫です。まあね、光はね、大体の場合上から当たっているのでね、下につくような感じにするといいと思います。このような感じにね、どんどん塗っていきますよ。ね、先ほどここにね、ちょっとはみ出ちゃった部分もね、影を塗るときに直せるので、ですのでね、僕は全然焦らずに、先ほどもね、そのまま残しておいた、そういうことです。はい、このような感じです。こちらはいりませんよ、斜めから見ているからです。はい、角の下の影ですね。角は木よりも少し離れているので、少し離れた位置に同じような形で描いていくようにしましょう。まあこういう感じですね。ここにもそのままこうやって描いていっちゃいますよ。角が1、2、3、4、それがある感じですね。2番目、3番目で、4番目はもう隠れちゃって見えない感じですかね。こんな感じね、え、カブトムシがね、その木の幹の上にくっついてるっていうのがよくわかりますね。はい、次はこの足です。足なんですけれどもね、こちらから描いていった方が簡単ですよ。なぜかというと、ここはこの木にね、くっついてます。つまり影はね、ここから出てくるということなんです。こういう感じですね。で、この辺からね、少しずつね、木から離れていきますね。ですので、木の表面から離れていっているので、影もちょっと離れていくっていうことなんですね。トゲの形がここに映りますよ。少し離れた感じにこうなっていく、ね、こちらも少し離れている、こういう感じです。わかりますか、ね、はい、次の影どんどんいきますよ。こちら側の影はね、少し実はね、少し難しいんですよ。下に映るのは下に映るんですけれども、実は足の後ろにね、重なってしまってね、ほとんど見えないんです。わかりますか。ここはちょっとオフセットして離れていて、で、ここは離れるんですね。ここは離れるんです。こういう感じ、難しいですよね。こんな感じです。立体感がついたんじゃないですか。それではこの色もうそのまま使って、ここにね、筋を描いていきます。で、この色は実はこの木の幹そのものの影としても使えるんです。つまり光がどちらかというとこの右の方から来ている雰囲気になっているので、木の幹のこちら側がもうほぼ影になってしまう、そういうことです。今実はこの描いている際に少しね、わざとね、この絵の具をね、かすれるような感じにしてます、ね、そうするとちょっとね、柔らかい表現ができるんですね。ドライブラシっていうんですけれども、分かりますかね、こういう感じです。で、ついでなので反対側もね、少しだけかすれて描いておきますよ。ちょっとだけね、こちら側も影があるという感じです。はい、それでは木の幹に少し筋をつけていきます。木の幹って、まあ、凸凹がありますよね。だからこの小さい筆を使ってこのような感じでちょっと筋があるというのをね、分かるようにしておくといいです。で、この形なんですけれども、まあ、木によってもちろん違うんだけれども、無理にね、全部きれいに描こうとしなくて大丈夫なので、気をつけなければいけないことは、同じような形にしない、つまり今こういう風な線を描いたけど、これを同じように繰り返さないということですね。角度がついていたり、少しこうやって途切れてまた現れたりとか、そういうのをね、その不規則な感じにね、仕上げていく、そういうことです。自然な感じをね、
出すためにはね、この不規則感がすごく大事です。木っぽくなってきたでしょ。そしたら次なんですけど、このね、木の筋をね、今度この焦げ茶で影のサイドね、影の中にある筋はちょっと濃い色でね、こういう感じの色少し薄くしてあげるかな。ちょっと濃い色でね、こうやって描いてあげるといいですよ。こんな感じで色をね、ちょっと濃くしてあげる、そういうことですね。影の中だけですよ。カブトムシのこの下の影のところも同じです。ではね、先ほどね、ちょっとね、間違えちゃったというか、この跳ねちゃったところ、ここをね、ちょんと直してあげて完成ですね。もちろんこの後ろに雲があったりとか、それから葉っぱが生えてたりとか、そういうことをね、やってあげていいですよ。今回の動画ではここまでにしますけれども、もしね、自分でね、こういう絵を描いていて、もうちょっと綺麗にこういうところを直したいな、こういうところをもう少しなんか華やかにしてあげたいなっていうのがあったら、自分の判断でやってみてくださいね。それではここまでにいたします。皆さんどうでしたか？カブトムシはこのように少し斜めの角度から描くと、なんか自分で見つけたカブトムシっていう感じがしますよね。みんなもね、ちょっと真似してやってみてください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。 See you later!